皆さんこんにちはネット物販講師の黒沢です今回はアマゾンで新規出品登録を行った際に図らずしもお目にかかる機会の多いエラーコード5665とエラーコード5461それぞれ一体何なのか原因は何か解決方法はどうすればいいかの話をさせていただきます今回の動画参考になった方高評価チャンネル登録いただければ更新でございます ではままずざっくりと説明していきます。商品が存在していてブランド名ブランドが存在していてそのブランドのオーナー権利者出品者がいますエラーコード5665は一言で言うと「この商品は本当にこのブランドの商品なのですか?」という商品とブランド商品とブランド名について突っいます 込まれるエラーということです。 エラーコード5461というのはこのブランドの商品を出しているセラーのあなたはそのブランドの権利者かどうかの相関関係を突っ込んでいるエラーですもう少し掘り下げて説明させていただきますエラーコード5665はその商品は本当にあなたのそのブランドなのですかと突っ込まれていることになりますからブランド名が高級的な方法で付与された商品画像 amazon 側に提出するという流れになりますブランドタグやブランドが印字刻印されたパッケージの画像でも解除できることがあります繰り返しになりますが商品とブランド商品とブランド名の関連性を確認するために表示されるエラーということです一方エラーコード5461は出品者のあなたは本当にそのブランドの所有者なのですかと出品 一品者とブランド権利者の関係性を指摘するエラーなわけですからバーコードが高級的な方法で付与されたパッケージ画像を提出すれば解除することができますこのバーコードというのは正式な言い方だと事業者コードを元に生成した個別識別番号のことを指しますのでそのブランド商品のパッケージに皆様が登録した GS1 事業者コードのバーコードが貼って でであれれば関連性が認められるという話ですこういったエラーを解除するために商標登録やアマゾンブランド登録は必要かというご質問をいただきますもちろんこういった登録を行った方がより円滑に解除することはできますし場合によっては求められることもありますが基本的には不要ですただしブランド名が印字刻印された商品を法律的に守るのであれば 商標登録が必要ですし、 Amazon 内部の一部のの一サービス、例えば a m a z o n b u y i n といって出品した商品が最大30件までレビューもらえるようにレビューを促進するようなサービスを享受するためには Amazon ブランド登録は必要です商標登録の申請を開始すると JPLATPAD という特許庁の商標登録データベースに記載されその後早期プランだと数ヶ月通常プランだと45ヶ月から56ヶ月で商標登録完了すると するのですが商標登録の申請を開始して J プラットパッドに申請中という情報が出たタイミングで Amazon ブランド登録を行うことはできます商標登録並びに Amazon ブランド登録テキサポの公式見解などについてはすでに動画アップさせていただいておりますので本動画下の概要欄に URL を貼っておきます合わせてご確認いただければ幸いです緩和給大それぞれのエラーについてもう少し細かく見ていこうと 思いますまずエラーコード5665はじゃあ具体的にどのような商品画像を送ったらいいかと申し上げますと商品に高級的な方法でロゴが印字刻印されているような商品の画像が必要ですシールのように剥がせたりだとかカリカリこすって消えるようなロゴの印字の仕方では NG ということですそしてアパレル商品については紙タグでも基本通すことはできますまた商品自体にロゴ ブランド名が印字刻印されていなくてもパッケージに印字刻印されていれば審査は通ると言われています。 しかしながら担当者の方によってその時の判断によってブレはありますからアパレルの紙タグやパッケージでも申請が却下された場合はあの手この手別の手で再申請してください要するに左の画像のようにブランド名が印字されていないような画像ではエラー解除ができないということです 一方、エラーコード5461は出品者と権利者、すなわち GS1 事業者の関連性が確認できていないので出てきたエラーですから、皆さんの GS1 事業者としてのバーコードが高級的な方法で付与されたパッケージ画像を Amazon に送って審査を受ける形になるのですが、まず GS1 事業者コードというのを取得すると事業者番号が付与されます。その事業者番号を チェックデジット表という特定の計算式に入力すると1000個のジャンコード と呼ばれるるバーコーコド番号が生成できるんできんすねそしてこの1000個のバーコード番号を一つ一つを商品に付与していくのですがこれはあくまでも数字の羅列ですよってこの数字の羅列をバーコード化するようなページがありますのでバーコード番号をバーコード化していただいて皆さんよくご存知のこのような状態で商品のパッケージに恒久的な方法で印字刻印していただけ そのパッケージ画像を送ることでで解除すすることとができますというわけで今回はエラーコード5665並びにエラーコード5461とは何ぞや原因はそして解決方法はという話をさせていただきました最後までご清聴くださりありがとうございます